こんにちは、マッピーホットのエリナです。今日はルミナー AI のアップデートについてシェアしていこうと思います。つい最近ルミナー AI、フォトショップ、ライトルームクラシック、この3つのソフトの違いについての動画をアップしましたが、ルミナー AI がアップデートされたことによって改善したことがいくつかあります。その中から空の変更を中心に、私的にこの改善いいねと思ったものを見ていこうと思います。今回は全て私たちが撮った写真で、一部を除いて無加工の写真を使っていきます。なのでカメラをやってる人でルミナー AI って実際どうなんだろうと思った人はぜひ参考にしてみてください。で、このアップデートはルミナー AI を持ってる人はもう全員無料でアップデートすることができます。で、このチャンネルでは写真編集についての動画などたくさんアップしています。役に立つと思った人はぜひチャンネル登録していただけると嬉しいです。ではルミナー AI で見ていこうと思います。で、一つ目のアップデートが、空の種類が写真で表示されるようになりました。前回の動画でもちょっと分かりにくいと話した空の種類なんですけど、これが写真表示になったんです。以前は空を選ぼうとしてもドラマティックスカイ1とか表示されていて、クリックするまでどういう空なのかというのが分かんなかったんです。しかもいろいろ試してやっぱりあの空にしようと思ったとしても、名前がどれだったか思い出せなくて、また一から探し始めるというのが何度かありました。ですが今回のアップデートで一目で見てどんな空になるのかというのが分かるようになりました。では写真を開いて編集のとこに行きます。そしてこのツールのところのスカイのところに行くと、この空のセレクションというのが出てくるので、ここをクリックするとこのように空がもうすべて写真で表示されるようになりました。もう写真表記になったので、自分の編集する写真に合いそうな空はこれだとすぐに決められるので、前みたいに何度も違う空を試す必要がなくなったので、時間短縮にもなったし、もう本当にありがたいです。そして2つ目が、空の水面反射ができるようになりました。この水面反射、リフレクションはアップデートで一番注目されているものです。例えばこの池の写真を使っていこうと思います。そもそもこの写真の水面に空の色が反射しているので、実際空を違うものに変えたら、この池に空の反射がないとちょっと不自然になってしまいますよね。それをルミナー AI のアップデートでは、空を変えてさらに水面反射も反映できるようになりました。フォトショップでも同じような空を置き換える機能があるので、試しにルミナー AI とフォトショップで空を変えて水面の感じもそれぞれ見ていこうと思います。ではまずルミナー AI です。では先ほどと同じように編集からスカイのところに行きます。で、どの空を選んでもいいのですが、こんな感じで反射はします。ですが今回はフォトショップと比べたいので、フェアになるように同じ空を使っていこうと思います。では自分でちょっと写真を用意したので、その空の写真をルミナー AI に入れるには、このプラスマークをクリックします。そして自分の入れたい空をクリックして開くをクリックします。そしてここで置き換えるをクリックします。そうするとこんな感じで置き換えられました。そしてこの大きい雲があると思うのですが、それもちゃんと下の水面に反射しています。これも AI のおかげで、もう水面を分かってくれて、このように水面反射をすることができています。またこの空の大きさだったり角度だったりも変えることができます。このスカイの中の方向というのをクリックすると、垂直オフセットだとこのように移動することができて、あと水平オフセットだとこんな感じで水平に移動することができます。そして回転は角度を変えることができます。で、この時水面を見てもらうと分かると思うのですが、こんな感じで水面のところの反射もこんな感じで反映してるんです。で、さらにこの下の方に行くと反射というボタンがあるので、そこをクリックします。そうすると反射量というのも出てくるので、これで水面の反射量をこのように増やすこともできます。これがルミナー AI でやった空の置き換えプラス水面反射です。では次にフォトショップです。フォトショップも同じ写真を使っていきます。ではフォトショップで空置き換えをするときは、編集の空置き換えをクリックします。そしてこんな感じで空を置き換えられたのですが、先ほどと同じ空を入れていきます。ではこの下のマークをクリックして、このプラスのマークをクリックします。そして先ほどと同じ空の写真をクリックして開くを押します。
そしてこれで OK を押します。そうするとこのように空が変わりました。で、Photoshop の場合空を置き換えることはできるのですが、水面反射のことに関しては何もないんです。なのでここで OK をクリックします。そうするとこんな感じになります。実際空の写真を入れ込んで水面に空の写真の色合いは反射しているのですが、水面反射ではないんです。この雲の感じなどのリフレクションもしてないのがわかると思います。なので Photoshop の場合は自分で空を入れ替えてから池のところ、水のところに自分で反射するように編集する必要があります。で、ここで Photoshop と Lumina AI を比較してもわかる通り、水面のところに空のリフレクションなどはないのがわかると思います。で、こんな感じで Photoshop と比べてみても Lumina AI のこの機能はワンクリックでここまでできるのはすごいことなんです。で、先ほどの写真は写真の下が全て池だったので、水面反射できたんじゃないのと思う人も多いと思います。なのでちょっとだけ意地悪をして Lumina AI で池ではなくちょっとした水たまりのところもちゃんと水面反射ができるのか見ていきたいと思います。では今回はこの写真を使っていきます。空を置き換えるところ自体もちょっと鉄骨もあるので難しいと思います。で、さらに水面のところもちょっと小さめの水たまりなので、これが本当に水面反射できるのかやっていきます。では同じように空のセレクションからちょっと青空風の空にしたいと思います。じゃあ今回はこれにします。そしてこの鉄骨のところから上が空になってしまったので、それを直すために垂直オフセットを左にスライドしていきます。そうするとこんな感じでこの鉄骨の間のところにも空の写真が入り込みました。で、ここで見ても分かる通り、もうこの水たまりのところにも空が反映されています。他の道のところには何も反映していないのに、この水たまりのところだけに空が反映しているので、この水たまりの写真でも水面反射は成功という感じです。で、3つ目がマスクの改良です。これはスライダーを動かすだけで空と地平線の境目を少し自分で手直しすることができます。例えばこの写真をズームしていくと、ちょっとこの木のところがあまりうまく空の写真とブレンドしてないことがわかると思います。これをこのマスクの改良のところで全体を右にスライドさせていくと、ちょっと空の感じが埋まったのがわかると思います。で、あと隙間を埋めるなども、ここを見るとわかる通り埋まったのがわかると思います。やりすぎてしまうと木の感じがなくなってしまうので、そこは注意なのですが、こんな感じで詳細を修正などいろいろこの3つのスライダーを使って自分で空と地平線をうまくブレンドすることができます。で、4つ目がシーンのリライトです。これは空を変えてから他の場所をその空に合った明るさなどに変えることができます。例えばこの写真を使って空を変えていきます。では今回はこの空にしたいと思います。そうするとこんな感じになりました。で、実際空を見ると明るいのですが、この建物によって私はちょっと暗くなるはずですよね。なんですがまだちょっと明るいままなので、それをシーンのリライトを使って暗くすることができます。ではシーンのリライトに行って、リライトの適用量を右にしていくと、だんだんこの建物も暗くなっていきます。で、リライトのサイドはこのように彩度を上げることができます。そして人物をリライト、被写体の私を暗くしたりすることができます。なのでこの場合まさに建物があるので、私はちょっと影になるはずなので、この人物をリライトを右にスライドしていくと、こんな感じで暗くなるので、より自然な感じに仕上げられます。で、5つ目が空の調整です。空の調整では2つ加わったところがあります。1つ目が空のボケを足せる、そして2つ目が粒子を足せる、この2つです。で、せっかくなので前にもあった霞がかった大気も同じセクションにあるのでやっていこうと思います。ではまず1つ目の空のボケを足せるをやっていきます。で、アップデート前は空を変えることができても空にボケ感を足すことはできなかったんです。被写体にピントが合っている写真で空を変えると空は全くボケていないので、かなり不自然なんですよね。私個人的にも背景がボケている写真が好みなので、そこがちょっと残念なポイントでもありました。で、Lumina AI の方が
もう空の種類はもうたくさんあって的確なので、ルミナ AI で空を変えたいけど、ボケはフォトショップに戻って直さなきゃいけないなと思ってました。それが今回のアップデートでは空にボケも加えることができるようになったので、もうわざわざフォトショップに戻ってボケ感を足す必要がなくなりました。では空をこのブルースカイ6に変えたので、このスカイの中の空の調整のところに行きます。そうするとここにボケというのがあるので、これを右にスライドしていくと、こんな感じで空がボケるようになりました。今回の写真も被写体にピントが合っているので、空をぼかすことによってより自然な感じに写真を仕上げることができます。で、2つ目の粒子を足せるをやっていきます。これも新しくて、空に粒子を足すことができるんです。例えばこのように元からちょっと映画っぽい感じに編集済みの写真などは、そのままこんな感じで空を入れてしまうと、建物などはちょっとザラザラ感があるのに、空はもう鮮明みたいな感じになってしまいます。で、そういう時にこの粒子が役立ちます。で、今回私が撮ったこのスカイツリーの写真も少しレトロっぽい感じになっているので、空も置き換えて空自身もレトロっぽい感じを足していこうと思います。ではこの空にして、で、空の調整の粒子をちょっと右にスライドしていきます。そうするとこんな感じで空にザラザラ感を加えることができるので、映画風の写真やレトロの写真を編集するときに使うのもいいと思います。で、次に霞がかった大気をやっていきます。これは前にもあったのですが、せっかくなので見ていきます。では元からこのようにちょっと霧がかった写真を用意して、で、先ほど空を変えてボケ感も加えました。で、まあこのままでもいいのですが、ちょっと空が鮮明すぎるので、この霧っぽい感じに合わせて空も霞がかった感じに変えていきます。では空の調整のところの霞がかった大気、これを右にスライドしていきます。そうするとだんだんちょっと霞がかった白っぽい感じの空に仕上げることができます。まあこの霞がかった大気はこのように霧がかった写真に使うといいのかなと思います。はい、今回はルミナー AI のアップデートについてシェアしてみました。もうルミナー AI を持ってる人はもう無料でアップデートできるので、ぜひアップデートしてみてください。この空のリフレクションだったりはもうかなり使えるので、私もどんどん使って SNS マッピーフォトエディットに上げていくので、ぜひこちらもチェックしに来てください。で、フォトショップ、ライトルームクラシック、ルミナ AI もどれ使えばいいのかわからないという人は、こちらの動画で詳しく解説しているので、ぜひそちらもチェックしてみてください。ルミナ AI のアップデートすごいじゃんと思った人は、いいねとチャンネル登録をお願いします。見ていただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。